窓に洗濯物が揺れる、どこか懐かしい言葉、母の声が聞こえそうで、胸がいつもより狭くなる。桜の花びら散るあの子を犯した、父の背中を追いかけていた。うまく笑えない、悲しくないのに、父と母の面影浮かぶ。僕の背中を押した桜割れ、涙が溢れそうになるのはなぜ。Thank you.